はい、ガッキーガジェットチャンネルのガッキーでございます。本日も動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は以前開封ファーストインプレッションまでご紹介した、こちらティックウォッチプロ5のその後の使用感感想をまとめた動画になっております。購入を検討されている方、ティックウォッチプロが気になっているという方はですね、ぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。それではまとめていきたいと思います。まずね、画面の操作感についてなんですけども、これはもう非常にねぬるぬる爽快でございます。文句なしで指への追従性が素晴らしいですね。ラグがあったり遅延を感じることはないので、ここら辺は心配なく安心した使用感を得られると思います。であと画面のタップ回数による表示の切り替えなんですけども、これすごく便利で、例えばですね、心拍数をもうちょっと今詳しく見たいなっていう時にもうワンタップすると、ほら、今までの履歴をスマートウォッチ上で詳しく見せてくれるっていう、なんなら測定も今開始できるぐらい、こんな形でわざわざスマホを開かなくてもスマートウォッチ上である程度操作が可能っていうところがすごいなと思います。なのでこれ Google カレンダーとか、Gmail とかもね、同期してくれるので、アカウントを作って、スマートウォッチと同期さええー、していればですね、結構ね便利にスマホなくてもスマートウォッチだけで使いこなせるかなと思います。で、今計測が終わったんですけども、素晴らしい、全てが正常ということでありがとうございます。あとウォッチフェイスについてなんですけども、これはねちょっとログインがうまくできなくて何とも言えない結果に陥ったんですけども、ウォッチフェイスを変えようとして、例えばこれにしたいなとタップすると、このタイムショーっていうところにジャンプさせられちゃって、ログインが必要ですよってなっちゃうんですよね。でこれ、私の G アカウントメール、モザイクかけますけども、これでログインしないとダメだと。でログインをしてウォッチ側に反映をさせようとするんですけれども、このローディングっていう画面で Sign your watch face please Please see time show as you are なんとかって出てきちゃって、なんかねやっぱログインがうまくできてないのか何なのか分かんないんですけど、そもそもねこのウォッチフェイスを変えるごときでなぜこんなにセキュリティにかからなくちゃいけないのかというところがめんどくさいなと思います。でさっきの画面見てもらっても分かるんですけど、日本語からねいきなり英語のサイトになるんですよ。で私も含めてそうだと思うんですけど、日本人って英語苦手な方多いじゃないですか。だからねちょっとなんかこう不信感を抱いてしまうというか、これログインそもそもしていいのかとか、なんかねそう、日本人向けにやるんだれば徹底した日本語でこう統一してほしいなっていうのが私の感想です。ちょっとね、年齢を重ねれば重ねるほど、英語が苦手であれば苦手である人ほど、なんとなくこう警戒心を抱いてしまうんじゃないのかなと思いますね。フェイスウォッチの変更については非常に残念でございました。やり方がそもそも間違っているよということであれば、コメントで教えてください。であと続いて2層ディスプレイですね。これはねめちゃくちゃいい。マジでね、この2層ディスプレイにすることによって、通常これだけでいいときはこれで消費電力がかなり抑えられてますし、もうちょっと見たいよっていうときはこのタップさせてしまえば自分の詳細がこう見れる形になってるので、これはめちゃくちゃ便利で、すごく考えられた性能機能だと思います。で、実際の充電の持ち具合ですね、それをちょっとまとめてみたのでこんな形になってます。その前にこのチャンネルの再生者のチャンネル登録率がなんとたったの 3.5% と奇跡的な数字となっております。ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。16時15分バッテリー 100% で使用開始していきたいと思います。今現在7時31分ですね。ティックウォッチプロ5の充電がゼロになったので今から充電を開始いたします。現在8時4分ですね。充電からだいたい30分で、57% 充電完了してます。これバッテリーの充電しているパーセンテージがリアルタイムで見れるようになってます。すごく面白いですね。はい、今9時19分なんですけども満充電になりました。おそらくねちょっと前からもう 100% になってたと思うので、9時、10分前後ぐらいでバッテリー充電 100% になったというそんな感じでございます。はい、ってな感じでございました。はい、で続いて GPS 制度についてなんですけども、これは右手にティックウォッチプロ5、左手に
Apple Watch Ultra と言いたいところなんですけど、今回はこちら Huawei Watch GT4 を左手につけてランニングをしてみました。でその結果がこんな形になっております。まずキックウォッチプロ5のランニングデータになっています。これはもう文句のつけどころがない非常に詳細なパラメータ数値を記録していただけるので、もう言うことないですね。1キロごとのペースも詳細にラップを記録しておりますし、歩数、ケイデンス、歩幅、ラップレコードですかなんかも詳細に記録してくれております。でこの GPS 精度については、こんな感じでぐちょぐちょなんですよ。これそもそもこの道の幅に収まってないですし、川の中走っちゃってますし、こっちなんか家の中走っちゃってますんで、これはね、非常に残念だなという形でございます。なんでこんな GPS 悪いんだろうっていうぐらい GPS の精度は悪いです。ちなみに Huawei Watch GT4 のランニング GPS の画面がこんな形になってますので、これに比べるとね、めっちゃやばいですね。ちょっとここは残念ポイントでございます。ただランニング中にこの待ち受け画面のバックライトが色が変わるんですね、心拍数によって。それがすごく面白くて見やすかったなっていう、これはいいなというふうに感じたところです。であとはですね、メニューでモブボイランニング、モブボイプライバシーとかいろいろあるんですけども、 Spotify なんかも使えるので、これは面白いなと思います。あとね、これ最初の方は日本語なんですけど、下の方に行くとどんどん英語に切り替わっていくので、ちょっとねここら辺も日本語にしてほしかったなっていうところと、これもそうですよね、ティックバザー読めないですよね、なんだろう、多分このストレス緩和をしましょうよみたいな機能だと思うんですけど、ここら辺もね日本語にしてくれよっていう。ティックケアなんかもそうですね、これもなんかようわからんし、コンパスはねわかりやすいですね。これはでティックエクなんとか、これはウォーキングだからあれか、運動の性能、ティックヘルスとか、ティックオキシゲン、これあれか、血中酸素、ティックパルス、これは心電図か、心拍数ですね。でティックスリープ、これは睡眠の詳細ですね。これもタップするとね詳細がこう見れるんで、ここら辺の性能は素晴らしくいいんですよね。でこれね、ここは日本語なんですよ。だからここら辺ね、日本語と英語が入り乱れちゃってるので、これ日本語に統一してほしかったなっていうのが正直なところです。あとね、重さについてはかなり見た目以上に軽くて素晴らしいですし、見た目は全然かっこいいしね、安っぽく感じることは全くないし、ただ唯一言えるとしたらこのベルトかな。ベルトがね、もうちょっと伸縮性のあるゴム素材であってほしかったなっていうところと、あとベルトを止めるこの、なんて言うんだろう、ベルトバンドっていうんですかね。これをね、この Huawei Watch GT4 を見たく2個ですね、あった方が便利だったなというふうに思います。はい、ってな感じで、総合的な感想としては、Android 端末をメイン機種として使っている方はもう全然ありですね。逆にこっちの方がいいと思います。ただそうなると、ガーミンとかいろいろこうライバルが増えてきちゃって、唯一のデメリットである、唯一というかデメリットの一つであるフェリカが使えないんですよね。このスマートタッチっていうんですかね、アップルでいうところのアップルペイみたいな、こうピーっていうタッチ決済が使えないっていうところが露骨に出てきてしまうので、タッチ決済を使わない、それ以外の性能を求めていらっしゃる方ですね、コンパスとか空気圧とかですね、ある程度タッチ操作だけでこう数値を確認したい方とか、どれに重きを置くかによっていろいろ選択肢の幅が広がってくるので、 Android 端末ってね、そこがいいところでもあり、選ぶのに迷ってしまうっていうデメリットが発生する点かなと思うので、今回のこの私の動画がティックウォッチプロ5を買おうか他のものを買おうか迷っている方の、少しでも参考になれば嬉しいなと思っております。はい、ってな感じで今回の動画はここら辺にしたいと思います。今後もスマートウォッチガジェット系を中心に動画を更新してまいりますので、このチャンネル動画が気になった方はですね、ぜひいいねチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。